誰だったら言ってたよ。いや仕方できたかって。いや、いつでもできてますけど。早いか。キャッチャーの防具つけたままよ。五十嵐さんは、ね、はい、キャッチャーも務められたわけですが、はい、2度です、ね、そうですね。それ、はい、うん、2度目は、はい、大木さんがなんか勝手にお前キャッチャーできるんだろうぐらいの感じでやらされたと。それ1度目があったからですかね。1度目はキャッチャーいなくなっちゃったんです。あ、95年、あのロッテで、はい、あの時40人枠ってあったんです ね。40人枠の中に3人しかキャッチャー登録してなかったんですよ、うん、でその日は1人のキャッチャーが風疹にかかったんです、うん、風疹騒動があったんですよ、うん、みんな風疹かかって、で1人のキャッチャーが風疹になってたのに3人しか登録してないから2人しかベンチに入れないわけですよ。で1人がスタメンで出ました。城詰さんが後から行きました。城詰さんが審判ドーンってやって退場ってなった時に、あれってなって、もう一回僕その時、いや僕その時あの試合出てたんですよ。でベンチ呼ばれて、誰かなと思って、確かにね、呼ばれたら怪我しなきゃいいからキャッチャーやれって言われて、でその時初めてで、2回目はもう大木さんのもう悪ふざけというか、うん、いやちょっと勘弁してよってこっちは思いましたけど、うん、タフィーローズをブロックしてしまったんですよ。え、やったの？いや無意識のうちにブロックしたの。ノーアウト満塁で、うん、ファールフライ、うん、で田口その当時、うん、ストライクが来たわけですよ、うん、素人じゃないですか、うん、でも見よう見まねやってしまったんですよ。キャッチャーだね。やってしまった瞬間に、うん、うわっやられると思って目つぶってたんですよ、うん、あーっと思ったら普通にタフィーがスーッて滑ってくれて、で次の日昨日はやられたと思ったって言ったら、いやお前は行かないよと、誰々だったら言ってたよ。ちょっと相手見てくれたんですね。でも点差もあの向こうでリードしてたし、素人だからっていうので普通に可愛くスライディングしてくれて、しかしそこでなんで五十嵐って言ったの？あとなんかできそうなのいなかったのかな？代打出されたんですよ、キャッチャーに、うん、で2点ぐらいリードされてたんですよ、うん、でランナーいる時五十嵐代打って言われて、うん、塁上に出た時にまだそれ8回表だったんですよ、うん、あれキャッチャー誰やんのって言ったら、近鉄の選手がみんなって指差してお前だよ、ユーティリティープレイヤー。相手ベンチも知ってるから。まあそうか、なんかもう自然にやらされました、なんか当然のように。でも勘弁してくれよと思いながら、でもこれもピッチャーやらせてもらうためだと思いながら。その後につながるんですね。大井さん やってくれるからね、そういうのね。だもう全部新聞記者から吹き込んでもらうんですよ。あとピッチャーやったら全ポジションらしいですよっていうのを言ってもらったら、その後大木さんから、お前あとピッチャーだけらしいな、いつかやらしたろうからなって言われて、あ、お願いします。これ覚えてるのがすごいよな、大木さんも。で前田潤の方もいろいろ大木さんは言ってくれて、試合中にブルペン3試合ぐらい行ったことあるんですよ。もしかのために投げたのは1回だけですけど、3試合ぐらい僕ブルペンでピッチング練習してるんですよ。やらし方できたかって、いやいつでもできてますけど。早いかピッチャーじゃないから。確かにできたかどうかって言われたら分かりません。9回裏ノーアウト満塁で代打出されたんですよ、同点のところで、うん、大木さんがキャッチャーやりたくなかったらさよならにしろって僕のところ言いに来たんですよ。と思って、うん、できなかったんですよ、うん、さよならに、うん、うわーと思ってベンチ戻って、その時抑えのピッチャーですよ、ああ外国人、うわちょっと難しいな、外国人の抑えのピッチャーとサイン通訳通してサインの打ち合わせですよ。と思って、もう試合どころじゃないんですよ、うん、そしたらその後にさよならにしてくれて、さよならキャッチャーの防具つけたままよ。すげえ、それすげえ、一番喜んでたぐらい。よかったキャッチャーやんなくてよかった。そっちの喜び。僕も実はキャッチャーやりそうになったんですよ、うん、あの倉さんと石原さんの2人しか登録しなかったんですよ、うん、でどっちかが怪我で、うん、もしかしたら無理かもしれんってなって、うん、で次誰もおれへんからって、うん、
翔吾ブルペン行けって言われて、うん、ミコライオって、うん、いた、あの身長2メーターぐらいあって、うんうん、ミコライオをずっと受けてたんですよ。え、受けたの？はい。でもミコもそれなりに投げてくれたんで取れたんですけど、うんうんうん、じゃあ次スライダーって言われて、スライダー、うん、分かんないじゃないですか、うん、どんな分かんない、うん、とりあえずあなんか取れたんですよ、うん、だからあもうまあいけるって言ってくれて、で今あのオリックス の, あのヘッドコーチがやってる水本さんがちょうどブルペンいらっしゃったんで、うんうん、ああショーゴお前もいけるなって言われて、うん、もう言うとくからとかって言って、あの当時マーティーブラウン監督に、うん、マーティーショーゴいつでもいけるからって言われて、うん、つけたままベンチからちょっとこう外に出るところあるじゃないですか、うんうん、あそこでずっとこうやっていつ行けんのかなずっとつけたもんマジで行くんかなと思ってもうすんげえドキドキして結構行かなかったんですよ、うん、でその時はあ行かんでよかったと思ったんですけど、うん、やっぱり五十嵐さんみたいに全ポジションとかっておっしゃるじゃないですか、うんうん、やっときゃよかったなって、うん、と後で思いました、うん、その時もなんかもうしかもつけてるじゃないですか、もうみんな通るから、うん、お前行くんみたいな、うん、マジでやんのみたいな、うん、大丈夫かとかって言われて、うん、はいとか言いながら、うん、こうすっげー緊張したのを覚えてます。すっ気が気でなかった。キャッチャーは別だよな。別です。そう。で、初めての時はオリックス戦だったんで、イチローも対戦したんですよ。対戦してんの？そしたらバーンとボールっていう時に、うんって言うんですよ。で、え？と思って。バーン、全然ボールなんですよ。うん、バーンって審判なんでこんなクソボールで迷ってんのかなと思ったら、イチローが全部声出してるんです。え？うん。打ちに行って止めるのにうなってるんですよ。イチローが声出してるんだと思って。自分じゃなくて自分じゃない。いやいやイチロー言ってんの、はい、へえ。っていうのを声出しててバットを止めるのに、はい、で最終的にはバットを止めずにパーンって打たれた瞬間どこ行ったか分かんなくて、あ目つぶってたのかな。バットとボール重なってもう全然分かんないです。あれそっちで、あれどこ行ったどこ行ったと思ったらライトスタンドがパカって割れてたんですよ。ホームランだった。ホームランですか？ホームラン打たれたの。いや、それはそれでいいな。そうですよね。羨ましいな。公式戦だよ。羨ましい。自分キャッチャーやって。特等席ですよね。うん、もう今で言えば、スリーボール、ワンストライクから忘れもしない。球場なんですか？スライダーだったんですか。で、これはまあ、本当に余談なんですけど、ピッチャー、小野さんなんですよ。あの、ロッテのヒゲの小野さん。ああ、小野さんが投げてて、まあ、実際そんな球剛速球じゃないじゃないですか、うん、で投げてて、で僕がキャッチャーやって、そのもうボロボロですよね当然、うん、でボロボロになって、で、まあ、後にファームに行って、で後で言われたのが、五十嵐って俺の引退試合キャッチャーお前だからな。え、それ最後だと思う、はい、あの人の最後の登板キャッチャー僕だったんです。すいません、でも僕のせいじゃないですよ。かわいそうな、かわいそうなことしました。でもいい経験してる ね、 そうですね、面白いね。ちょっと羨ましいですね。なあ、はい、面白いですね、いつもと違う世界を見れるから、うんうん、初めてだもんね、うん、守備側で何バックスクリーン側を見てるっていうかね、うん、でここに雰囲気があるじゃないですか、その、うん、すごいね、バッター、打者の雰囲気を感じれるってないですよね、うん、こう来るボールしか知らないから、うん、どんな雰囲気なのかなとか、そのうんって声出してるなんて初めて聞くことじゃないですか、うん、俺も初めて聞いた。キャッチャーしか分からないことだから、うん、ちょっと羨ましいですよね。